何ちゅう。失礼する。我らを訪ねてきた者がいるのだが。どうぞ、どうしてよ。それが真夏の降雪のごとく意外な人物で。なあ、お願い、ダキちゃん助けとって。ヒミコ、ダキちゃんが、ダキちゃんが殺されてまう。俺たちの目的はダッキーの捕獲だし、殺されちゃうのはまずいな。こんなに必死なんだもの、協力してあげよう。助けてくれたら何でも言うこと聞いたる。だから、それなら断る理由はないよね。神に祈ろうと無駄だ。敵よ、貴様らの運命は俺が決した。逃げても無駄だよ。あんたはここで死ぬんだ。冗談。戦うの？不意打ちのつもり？そうよ。無駄なのに。敵に囲まれたか。まさかこの方に。教えてあげないとわからないんだよ。ここまでもうよく。これ以上は私たちでは無理だ。鮮やかな撤退だね。引かねばならぬか。悔しかったら強くなるね。ようやく見つけたぞ。今度こそ貴様を打ち砕く。よくだ。すっごく怒ってるみたいだけど、誰か恨みでも買ってるの？それがしには心当たりがないが、次こそは我が知略でお前を倒す。敵将、僕が壊したよ。何度やっても無駄だよ。あんたが僕に勝てるはずなんだ。なぜ勝てん。人中最強の武王、瞬く間に退ける。まさしく、自
人外の部と言うべきか。協力する義理なんてないわよね。ダッキーちゃん、ヒミコ、そんな目で見ないでよ。うち約束してん。もう仕方ないな。とりあえず太公坊さんのところに連れて行きなさいよ。こうして我々の道は交わったわけだ。これからは協力して妖者を倒す方法を考えようか。俺も共に行くとしよう。剣を明けに染め、栄光を得る戦。お前たちからはその匂いにする。妖者の巣にヤシオウリを運び込む手はず、整えてまいった。しかし、何もかもが不足している。今のまま攻めて、勝てるとは思えんがな。ああ、では一体どうしたら。そもそもあれを出現させなければいいんじゃない。ダッキか。お久しぶり、太公坊さん。出現させないってどうやって。妖者出現前には戻れないんじゃ。私の過去になら戻れるわよね、かぐやちゃん。戦界の住人たるダッキ様の存在の縁は人に比べてはるかに太く強いもの。ゆえにそれをよすがに時を渡れば荒波を越えることもできましょう。ではダッキー、刑に問う。過去に戻り、いかにして出現を防ぐ。それは秘密。信用できん。だが他に手はないか。